翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、こちらです。あー、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんですけど、で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。そして、どうも、ユーポンです。はい。で、今日出てもらったのは、まあ、ユーポンと言ったらグローブですよね。この2つのグローブ。はい。DEEM とスラッガー。はい。僕、どっちも、でも DEEM ってアトムズグループじゃないですか。そうですね。アトムズグループ好きだし、僕、スラッガーめっちゃ好きなんですよ。見てたから、おっと思ったんで、こういうグローブなんだろうっていうのを教えてもらおうかなと思いまして、ちょっと出てもらってます。OK です。はい。DEEM の方から教えてもらおうかなって。はい、まずこちら。DEEM。型番が、I200、一番有名と言ってもいいぐらいの型番ですね、の内装です。まあこれは正直自分で買ってないので何とも言えないです。はい、もらいもんです。翔平との七政さん、なんであいつかよ、あいつも言っちゃった七政ごめんね。そうなんだ、なんであいつ俺にくれないんだろうな、なんででしょうね。普通になんかこのグローブ写真で見た時にいいですねって言ったら、あ、これ使わないからあげるよ、軽っ。これ皮はジュテルだと思います。はい、 I だから、そっか、そうですね、ジュテル DEEM で I シリーズがジュテルで U シリーズが裏紙なんでだよね、確か。でも今はもうわかんないですけどね。これでもちょっと前のじゃん。ちょっと前のなんで多分ジュテルだと思います。確信確証はないです。型の特徴的には田政さんが多分疲れたやつなんで、なんとも自分の型じゃないんですけど、こういうどちらかというと縦、はいはい、長く使うような。そうです、ここが長い感じのカード大きめのショート用みたいな。じゃあ深いんだ、ちょっと深めですね。でポケットがこのウェブ下ぐらい。そっか、田政最近深いグローブ使ってるもんね。そうですね。はい、じゃあちょっとこっちの白川の方、こちらはもう私行きつけの給仕先生で、さすが大阪関西人でね、行きたいのに行けないんだから俺はで購入したやつです。まあ多分軟式なんですけど、値段が12000円で購入させてもらいました。やばっ。しかもまあまあ形もそんな悪くなくて、ザ・スラッガーっていった形だよね。そうです、こういうこうもできる、こうもできるな感じで、まあまあ綺麗な状態で12000円で売られてたんで、あ、これいいなと思って即購入しちゃいました。君もお金の使い方どうにかした方がいいよ。そうですね。はい、まあなんといってもまずこのスケルウェブ、そうね、このそんなに大きくない型番でスケルウェブのグラブを使ってみたかったっていうのがまず一番。僕ね、これ片岡選手が西武の時に使ってた印象がすごいんですよ。そうですね、私もそれです。わ、これ安のウェブだっていう。なるほど、ありますね、ありますね。自分のイメージとしては松井稼頭央さん最終年のここにこれちょっと違うんですけど、ここにちょっとこう曲がって、ここにレオのマークが入ってたのと、それこそ片岡選手のやつとかで、このウェブいいなと使ってみたいなと思ってて、でこれのキアの中村典弘選手の BU5X の型番ではこれ使ったことあるんですけど、そのこのウェブでそんな大きくないグラブで使ってみたいなっていうのがあったので、気になってあったので。はい、中村コーチか今のウェブってエッジついてましたっけ。あれエッジはついてなかったかな。でもまあスケールはスケールだよね。そうですね。ただスキルがあることってやっぱり指先強いんですよね。ここがただでさえここも強いんですけど、ここも強いんで、全体的になんか丸みを帯びたがっちりした感じになりやすいのかなと思います。で今日ねユーポンに使わせていただけるということだったので、ちょっとキャッチボールをやらせてもらおうかなと思います。それではやっていきます。はい、じゃあまず DEEM の方から使わせていただきます。ああ、はい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 、深いね。深いですね。ちょっと重みある。そうですね、まあ、多分出てるっていうのもあって、はいはいはい。ちょっとでまだ関節はできてるけど、やっぱ公式をジュテルっていう点で軟式だと若干弾くかもしんない。まだ俺みたいにふにゃふにゃのグローブ使う人はもうちょい鳴らしてかな。逆にこっちのスラッガーいこうみたいな。だからスラッガー好きだなと。はい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 。ほんとね、ウェブ下で取るとやっぱ深いポケットっていうのもあるんで、結構パチーンという高い音がなって感じますね。いや、DEEM も初めて使ったの。てか手に取ったのもほぼ初めてかも。もちろん売り物では見たことあるけど、人が使ってるのってあんまないんだよ。こちらのスケールウェブのスラッガーを使わせていただきます。たまんね。はい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 、やばい、これやばい。もうね、本当に何でも好きなようにやっちゃってくださいっていうような、でもしっかりとポケットがあるっていうような感じ。ウェブ下で取ってもボールが隠れない。やっぱ柔らかいっていうとこっちに広い分、こっちに広がっていってる分、しっかりとねウェブ下で掴んでるんだけれども、こういう掴み方、腹を、指の腹を使って掴むような掴み方。いやーこれ好きだわ。やばいこれ。オッケー。はいじゃあ DYM からお借りしてロックやっていきます。はいはいはい。ああいいですね。はいお願いします。オッケー。ああまだ出るな。若干っすね。硬いっすからね。伝わってくるいいグローブ。お願いします。オッケー。両手は何も問題ないかな。かわしすごい。そしていやでかいから柔らかくなったらめちゃくちゃ安心感あ感じします。2ぐらい。だー。だー。オーケー。いいのはすごい伝わってくるのは広いから当たってちゃんと両手で包み込めば入ってくれるようなグローブですね。で丸いからかな。あとは風間君の片付けの問題かもしれないですけども、丸いんで包み込むようなイメージがすごいあるので、で広いし深いけれども当てをしたい人なんかはすごいおすすめかもしれないです。お次はもうねキャッチボールでドンピシャだったらこれこのまま俺持って帰りたいような、やめてくださいスラッカーのグローブを使わせていただきます。はいはいゴー。ああもうなんか安心感が完璧で当て安定感が違いますね。ああ内野手っぽい内野手っぽい。ああいいですね。あーいいですね。だからそっちの方がなんか動きがキレが違いますね。お願いします。おい楽しい元気になってるごめん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 大丈夫大丈夫です全然大丈夫ですごめん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 大丈夫大丈夫です全然大丈夫です。ちょっとバンバン飛び込んでください。飛び込みたかったー。お願いします。あ片手だと出るかもな。まあちょっとね浅い分、ただスキルウェーブだから他の方のその方のスラックよりかは安心感もありますね。お願いします。おーいお願いします。はいはいオッケー。はいお願いしましたお願いしました。ありがとうございます。お貸しいただいて。いやね、どっちもね、いいんだわ、これが。大きいから、もっと柔らかくなれば。てか、土手ひも抜いてもいいかもね。あ、そうですね。最初、今は。もうちょっと土手とかが柔らかくなれば、遊ばないかなっていう。ああ。まあ、僕の技術の問題もあるんでしょうけど、もちろん。育てがいがあるね。ありますね、これは。で、まあ、やっぱ大きいから、片手でも、そのうちいけるようになるのかなっていう。それでいけたら、もう安心感しかないですから。うん、でかいし、クロスだから、深くも、より深くもなるし。いや、すごいおすすめです。I200。ちょっとね、お金ある方はぜひ。これ、定価で買ったら5万ちょいぐらいかな。5万ちょい、まあ、アトムズと系なんで、それぐらいですね。5万。6いかないぐらいですよ。5万5千円ぐらいだと思います。普通の公式用ぐらいのお値段か。高校生なんかは10点で復元性もあるので、3年間は絶対持ちますね、これは。おすすめです。もうね、やばい、これは。もう、良平さんがノック受けてる間も楽しい楽しいってずっと言ってたもん、本当に。やばい、本当に。スラッカーの割には、親指芯の、この突っ張りっていうの、ここの。ありますね、ありますね。が、そんなないなって。なんかどちらかというと、柔らかい感じですよね。うん、親指の方をうまく効かしてやるようなグローブで。僕親指効くのすごいやっぱ、好みなので、やばいやばい本当に。で広いし、で奥まで手が入らないからこれがすごいしやすい。ああそうですね。まあでもちょっとコンパクトめ、ちょっとちっちゃめのやつで、はい、まあスラッカーさん特有のポケットの広さっていうのかな。スラッカーさんって基本的にポケット広めでこっちに広がっていくような、昔のは特に、そういうグローブなんで取ってから早くしたいとかっていうのをふにゃふにゃなグローブなので、そういうのが好みな方はスラッカーさんいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は TikToker、ユーポン、今は YouTuber どちらのまあユーポンのね、グローブをお借りしてキャッチボールノックの方をやらせていただきました。ユーポンの YouTube のリンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。